皆さんこんにちは、鈴鹿です。今日の動画は鈴鹿チャンネル始まって以来のキャンプに行くということでパッキングをやっていきたいと思います。私が小学生で妹がもう幼稚園ぐらいの時、すごくちっちゃい時は家族で頻繁にキャンプ行ってたんですけれども、私が中学生になると同時にやっぱり部活動とか、まあ、吹奏楽をやっていたのでほぼ毎日部活があったんで、自然と行く機会が減ってきて、もうそれ以来のキャンプ、かなり久しぶりですよね。小学生以来ぐらいのキャンプなんで、めちゃめちゃ楽しみで、最近ずっとキャンプしたいなっていうふうには思ってたんですけど、ついにね、あのキャンプに行くことになりました。今回1泊2日ということで、極力荷物少なめで行きたいんですよ。身軽で行きたいんですね。はい、いつもそんなこと言いながらなんやかんや量が多くなっているっていうのはね、もう否めないんですけれども、まあ、できる限りいらないものは置いていく、で厳選して荷物まとめていきたいと思います。はいはい、カバンはこれ、じゃん。もうキャンプっていう感じしますよね。このカバンはガストン・ルーガのバックパックでいきたいと思います。これに入らないのはもう持っていかない。はい、持っていかない。結構入るんでね、あの1泊2日だったらいけるんちゃうかなというふうに思っております。では詰めていきますよ。キャンプ1泊2日なんですけれども、やっぱり紫外線対策抜かりなくやっていきたいということで、こちらこの夏購入したんです、ノースフェイスのラフィアハットでございます。これはね、あの知り合いの方がかぶってて、めちゃめちゃいいやんと思って私も買ったんですけどね。こう紐がついてる帽子、これだと風が吹いても飛ばされないし、かなりアウトドア派ということで、この夏ね愛用すること間違いなしのアイテムになっております。一応ここにさりげなくね、ノースフェイスですよってのが入ってます。紐がねやっぱりおすすめですね。なんかこういうハットって決まりすぎちゃうと思うんですけれども、この紐があることでちょっと外しになって、カジュアルでもきれいめでもいけるという感じでございます。かぶっときます。これこんな感じね。はい、でこれ帽子持っていくでしょ。一番かさばる服なんですけれども、1泊2日なんでズボンは2日とも一緒で行こうと思います。こちらあの沖縄の時着てたんですけど、サマンサモスモス、サマンサモスモスのつなぎ、サロペットです。サロペット大好き人間なんですけれども、言ってしまえば秋冬もんなんですよ。分厚いんですけど山ん中なんで別に問題ないかなと思います。これは2日とも着回すという感じで、下の T シャツを変えるみたいな感じでいきます。1日目はこれ、この前ご紹介したこちらね、 UT のレナーズを下に着ようと思います。実際に着てみたいと思います。はい、こんな感じです。どうでしょうかね、ピンクとグレーって意外に合うんだなっていうのをちょっと感じたんですけれども、まあ、ちょっとレナーズがねあの見えなくはなってるんですけど、こんな感じでキャンプ行く感じに見えません？これちょっとキャンプイメージしてみたんですけど、はい、いかがでしょうか。ジャージの方に戻りたいと思います。レナーズで行って夜の寝巻き長袖にしようと思うんですよ。夜なんでね。これはディズニーの時にも着てたんですけど、このロンティーとかなり前にね買った GU のこのブルドッグパンツ、ブルドッグパンツで行きます。これもねもうすごい柔らかくてね、大好きなんですよ。でこれを夜着るという感じで行きたいと思います。でまあキャンプなんでちょっと外に出るみたいな、ちょっとトイレ行くも OK よっていう感じのパジャマで行きたいと思います。はい、これなら大丈夫。2日分の靴下でしょ。2日目の服ねは先ほどご紹介したサマンサモスモスのサロペットの下に T シャツ、こちらハワイのブランディーマオベオで買ったマウイの T シャツを忍ばせるという感じ。割とシンプルにね行きたいと思います。こちら2日目の服いきます。2日目の服こんな感じです。どうでしょう。まあ割とシンプルなんですけど、まあ普通ですね。シンプル、シンプルイズベスト、いいんじゃないでしょうか。はい、ではねジャージに戻りたいと思います。着替えましたけれども、1日目2日目あんな感じのコーディネートでいきたいと思います。
はいはいはい、これ入りますかっていう話。そんなに標高が高い場所ではないので、寒みたいにはならないと思うんですけど、念のため寒がりなのでヤッケを1個持っていきます。でこれはね、もうかれこれ5年ぐらい使っている、こちらもノースフェイスさんのあのヤッケなんですけど、これねめちゃめちゃ使えるんですよ。でこれね、一応夏用というか、まあ夏も使えるっていうので、このポケットのところをね開けると、中がもうこういうねメッシュ素材なんですよ。ポケットズーンって下ろしといたら、こう風がこう抜ける感じ、わかります？ポケットから入った風がこうなんていうの、換気してくれる、体を抜ける感じで、あの生地のね見た目的にはすごい、この季節着てたらめちゃめちゃ暑そうに見えると思うんですけれども、見た目よりも暑くないんですよ。これ若干の雨だったら弾いてくれるんで、まあ、カッパ代わりっていう感じでも使ったりとか、こういったアウトドアの時に使ったりしております。で生地もね、もうすごい柔らかいんで、こう丸めてちょっとシワになっても気にならない素材なので、これはねすごい使ってます。高かった記憶あるんですけど、買ってよかったなって思ってるアイテムの一つですね、これも。はい、くるくるってして、このねフードにイン、コンパクトになるんで、こういう感じで持っていきたいと思います。はい、次はスキンケアとかそういうアイテムですね。いつも使ってるこちらの、まあ、メイクポーチ、これが私のスタメンなんですけれども、これをそのまま持っていきます。もう本当に必要最低限しか入ってないんですよ。だからもうこれ以上減らせないので、このまま持っていきたいと思います。で日焼け止めね、今季の日焼け止めに任命したんですけど、ビオレの UV アクアリッチウォーターエッセンスということで、今年お世話になろうかなというふうに思ってます。中の詳しいのは、あのこの前の Get Ready With Me で使ったものが入ってるので、それをもうそのまま持っていきます。もうこれ省けないんでね、これ以上。はい、これも Get Ready With Me でご紹介したアクアレーベルのホワイトジュレクールということで、これね割ともう減ってきてます。そのままこれはね持っていきたいと思います。クレンジングはクレンジングでジップロックに入れていて、メルビータのクレンジングオイルを今旅行用として使っておりまして、これを持っていきたいと思います。黒ずみとか角質とかもね、こうオイルなんでこうやってたら取れるんで、割と気に入ってるアイテムです。で私の大好きなこのビオデルマはダイソーのね、こういう蓋のやつに詰め替えて持っていきます。はい、でね若干ね漏れちゃうので、若干漏れるので、こういう感じでクレンジングとまとめてジップロックに持っていきます。綿棒とコットンを缶に入れて持ってます。はい、ヘアオイルなんですけど、これもうダイソーで買いました。なんか真空になってるやつなんですけど、何を入れてるかというと、こちらのイオセラムオイルっていうのを入れてます。匂いもいいし、髪の毛がしっとりつるっとなるので気に入ってます。これ持っていきます。フーミーのオイル美容液を使ってまして、これがね結構いいんですよ。あのスポイトで吸い上げて手に落としてこう塗るんですけど、これすごく良くて、このアクアレーベルをもう惜しみなく顔に塗りたくるんですけど、その上からこれを塗って蓋をしてあげるとさらにしっとりとするので、これだけだとねしっとり感はあんまりないんですよ。あのないので、これで蓋してセットで今使ってます。そんなにかさばるものでもないので、ここに入れて持っていきます。2個目なんですけど、ニュートロジーナのディープモイスチャーボディクリーム、これめちゃめちゃいいんですよ。潤うし、なんかすごい肌触りが良くなるんですよ。これは現品で持っていきます。これ歯磨きセットはね、あのオーガニックの最近買ったんですよ。こちらメイドオブオーガニクスっていうオーガニックの歯磨きセットを購入したんで、これを持っていきます。これはずっと最近使ってるやつです。これもすごくいいです。はい、今髪を伸ばしていて隠れるようになったんですけど、私の髪質っていうのはねもう剛毛すぎてもう手に負えない、そのまますってこうまとめられる髪質の人が本当に羨ましいなって思うぐらい、もうそんな絶対無理で、もうパサパサ落ちてくるし、なんかもうようわからんとこからね髪の毛がこうへーって出てくるんで、ワックスが必要なんですね。
で、このね、最近買ったね、ミューベルジェリーワックスってのを使ってて、割とハードなタイプのワックスなんですけれども、これがね、すごく良かったんですよ。どちらかといえばメンズの方向けのワックス、ハードなんでメンズの方向けのワックスなんですけど、まとめるときに塗ってます。これすごいまとめやすいなと思って、匂いも嫌いな匂いじゃなかったんで最近愛用してますね、こちら。ただ一つね、オーガニックじゃないのがね、ちょっと気にはなってるんですけど、まあ使いやすいので、はい、良いということで、はい。あとはね、虫関係ですよね。まあアウトドア、キャンプ、外なので、この虫除けスプレー、これもねすごくおすすめなんですけど、イハダのアウトドアスクリーン、今までの虫除けスプレーの匂いを覆すぐらいいい匂いなんですよ。いい匂いと言ってもやっぱりこう薬用っぽい匂いはするんですけど、抵抗なくね、子供さんにも使っていただきやすいアイテムになってますので、虫除けスプレーは日焼け止めの次にこの時期はマストになってくる私の中のアイテムなんですけれども、これはすごくいいので、かけてもねすごい軽いんですよ。軽いんですけど、ちゃんと虫もねバリア張ってくれてすごくいいです。万が一噛まれた時、こちら台湾で有名なやつなんですけど、これちょっと読み方が、調べてみたんですけど、白い花の油って書いて、バイフアイオ、虫刺されとか頭痛とかに効くとされているんですよ。で、こう少量ね、頭痛い時にこのこめかみに塗ったりとか、虫刺されたとこにチョンって塗ったりとかすると効くということで、台湾でねお土産として買ってきてくださって使ってるんですけど、で頭痛はね、なんかねマシになる気がするんですよ。する結構頭痛い時とか、まあこの年になってきて出てきてるんで、ここに塗ったりとかすると、すごいスッと、発火の匂いとはまた違うんですけど、すごい独特の匂い、発火でもないか、すごい独特の薬用の匂いするんですけど、それがねこう匂うわけですよね、このこめかみから。そうするとね、なんかちょっとすっきりするし、眠気も飛ぶっていう感じで、すごい万能なんですよ。でこれをね、万が一刺された時に使おうと思って持っていきたいと思います。これで日用品っていうかスキンケア系終わりです。で、あとはもうね、その他諸々になってくるんですけど、まあハンカチとか、これもね台湾のお土産で結構使ってるんです。これ9分です。9分のねハンカチをずっと使ってるんですけど、大好きなんですけど、この9分のハンカチと携帯とお財布、これはコムデギャルソンですね。あとはこのねコーヒーを持っていこうかなと思ってます。はい、この前のティータイムウィズミーでも飲んでたんですけど、コーヒーがね入ってるやつがあるので、これを持っていきたいと思います。トラベルノートっていうのを作ってて、誕生日にもらったハリーポッターのノートになってます。なんか普通ねこんな感じのノートになってるんですけど、そこに写真とか乗車券とかを貼ってる感じです。はい、これをね時間があると思うので制作したいと思います。これも台湾で買った時にもらった袋に、今かけてない分の写真とかを全部まとめて入れてるので、これをね作りたいと思います。なのでこれを持っていきます。ちょっとね詰めてみたいと思います。なんとか、はい、これで、ね、いきたいと思います。下着類はねちょっとお見せできない、ごめんなさい、ご紹介はしてないんですけど、ちゃんとね着替えますよ、持っていきますよ、ちゃんと。でも同じの履いて分けちゃいますよ。あと1個忘れてた、これウクレレ、ウクレレ持っていきます。ちょっとなんかこう火のファイヤーしてる横でこうなんてしたいなと思って、ちょっと持っていきます。はい、というわけでキャンプパッキング以上になります。まあなんかもっと荷物減らしたいところではあるんですけれども、まあこれでね一応自分の中での最低限な荷物になっているので、まあ服同じの着とけっていう感じなのかもしれないんですけどもね、汗かくかもしれないしとか考えちゃうタイプなんで、割と減らせてるんじゃないかなっていうふうに思っておきたいと思います。はい、というわけで本日はキャンプのパッキング動画でした。下の概要欄に私のインスタグラム、ツイッターの URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。
また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。行ってきまーす。